とりあえずね、いくつか見つけたよ。まずこれだろ、アクション。これでしょ。達人に実力で勝てんじゃねえか。もう横持ちの十字のみ。おい、落ちたり敵当たったら終わり。おい、さあこれアクションでしょ。これが望んでたやつでしょ。俺たちの達人に勝つぞ。なんか自動スクロールなんだよね。前に行ったりもできるし、後ろにも行ったりできる。ほらだから引きずられる自分は。どうしようかな。え、みんなそっち行くの。おお、怖い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 。ほら俺ら来る、俺の方楽だ。論外。あいつ論外だわ。マジで達人一生落とそうとしとったで、よしよし、行き損ねて死んだ。あ、俺と達人が残った。あ、やばい、大丈夫かこれ、この分かれ道って。あ、俺楽そう、俺楽なロードかも割と。うわ、あの敵怖いな。はい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 、あー、はい、うっ、よし、でかくねあれ。あ、大丈夫、届かないんだ。待って待って、あれすごくない？3連鉄球。いや、こうでしょ。1位。あ、勝った。よし、1位、1位か。あ、これ同一なんだ。なんか、先の方が1位とかないんだ。あれ？くそ、落としたろうと思った。何してたんですか、あなた。落とせやんだ。マリオ以下。達人と同じルート行ったからさ、俺だけやばいかなと思った。これいいね、ホバーボードレースや。これもアクションでしょ。横持ちの、あ、十字キーだね。いや、これ絶対さ、やばくない？横持ちやん。横持ちの十字キーで移動を2でスピードアップ。これは実力出るでしょ。スピードアップってどうなんだろう。5段階になるのかな、わかんねえ。さあこれさ、絶対あいつに当たるよな。うん、2押しまくればいいのかな、とりあえず。あ、2押せば加速する、どんどん。だから2をずっと押して、連打すれば速くなる。うわ、速い、速すぎて止まれね。速すぎると止まらないんだ。だから、どれぐらい速度がいいんだろう。安定した方がいいのか。はい、はい、はい。いや、俺これでちょっと安定させるか。1、2、3。え、速くない？なんかもうゴールしたやついない？ 1、2。はい、2。え、速くない？ちょっと待って。え、5秒差？ 7 秒差。4秒差。ほんとにこいつ入れ。ちょっとマリオあいついて。え、あ、そんなもん。あれが最初がトロス何もしやんだからか。あの2を押せば5段階まで速くなるね。でも止められない、その代わり。最初ちゃんとコツ分かった俺。1234、この辺りで瞬発的に避けていこう。よし、これでロゼット当たってないからね、なんだったら。だから俺安定性取っていくわ。あ、ヨッピー5でやってんね、すごいね。当たっちゃった。わー、終わる終わる。はぁ、これで勝てへんの。17。ヨッピー17やぞあいつ。結構頑張ったで。マリオあそこにずっと浮いとるよ大体。俺たちとこでマリオ。すごいな、君たち激戦だったね。4でずっとやってた。これずっと最高速でいいの、勝てんぞ。ロゼッタやばいね、やっぱアクション強いね、達人だわ。もう Wii U 並みだわ。6でいいかな、これ。6でいくの。やめとけよ。やめとけよ。6でいくだなんて。6でいくだなんて無茶なこと言うなよ。はい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 。早くない？俺頑張った方だよ。いや、同じぐらいや。マリオ。タオムレット。マリオずっと緑のあたりにいるね。君も。これ減速はないんだな。減速ない。だからもう上げたらもうずっと。かなりきつかった。俺初め上げすぎて。ロゼチコもロゼもロックにしとったぞ。あれすごいね。もう見えてたよね。5でギリだね、マジで。これやな。よくわからんけど。好きじゃないこういうのは。チキンです、チキンです。割れたらアウト。どこまで大きくできるかでしょ、多分これ時間内に。あ、よし、これいこう。これ達人と合わせればいいんでしょ。要は簡単に言えば、俺たちじゃなくても達人割ってこないかな。はいはい。あ、15秒以内ね。ふっ、あ、こんな感じ。
そろそろやめようかなと思ったね、割とは。まあ、これあれ限界じゃないの、あれってねえ、ロゼッタのあれってもしかして限界地点かもな。俺も頑張った方なんだよ。いや、割れたやつだろ、全力で割れたやつだろ、論外。ああ、論外すぎだろ。じゃあこれさ、絶対勝てるよ。ほら見て、ほらチーム、はあ、これでさ勝ったらさ、これで負けたらどうする、俺ら。相手一人足根元いるんだよ。これやな、やっぱこれ確かやった気がする。傾けで二人で息を合わせればそっち曲がると。ああ、コンピューでも合わせてくるよね、ちゃんと。俺たち人間だけど、人間 VS コンピューで、でも相手弱いるよ。弱い、適当なところに振るんかな。そう、ロゼッタが勝手に引っ張りそうじゃない。一人で勝手にやるぞ。よし、行くぞ。あ、もう動ける。コインのあるとこやぞ。あ、こいつぶつかってくる。あ、待って待って、取られてる。左、あー取られてるぞ。いや、これ譲らずに。危ない危ない。あー、俺たち押し合うの好きすぎない。左、あー、まあ、しゃあない。あ、あいつアホや。あいつアホだ。左、ん、え、待って待って、おかしくないこれ。あ、なんでこれ、91 91。どういうこと、ボムヘ当たっとったやん。ボムヘ当たってましたよね。おい、全然、おい、俺だ、あかん。嘘。これかな、アクションっぽいのは何かって言ったら、俺は横持ち。あ、あー、これ勝てるよ。ボス側が盾か。これさ、勝てるだろ。俺がミスらなければいい。これ勝てるでしょ、だって絶対マリオス、それできないでしょ。ロゼッタ一人じゃ絶対できないよ、このゲームは。これ振るの、振る、た、俺は横持ちで振る。で、ヨッピは縦で振る。いきます。はい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 、あ、うまい。はい、はい、かかった。はい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 、ちょっと待って、ちょっと早くなってんじゃない。くそ、早い、ちょっと早くなった。お前、はい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 、マリオスカム、これは勝てるよ。だってマリオポロ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 取ったもん。あれひでえなと思いながら見てたよ、こっちは。これなんだ。あっち行ってか、希望横持ち。あはははこれロゼッタ一人だぞ、実質あれは。なるほどね、なるほど、少ない方が勝ちか。オッケー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 。これか、か、壁際に打っても跳ね返るんかな。よし、行くぞ。1ね、1ね。あ、1で向こういて。おいおいおい。あ、でもこれさ、こっちにやっても跳ね返るね、これ。やろ。ちょっとロゼッタが一人でやってる、あいつ。あいつロゼッタ一人でやってないか。あっち行って。うわー、互角。おお、勝った。めっちゃ互角じゃん。ロゼッタ一人で全部やってた気がするんだけど、気づいたら。これで互角か。これやな。傾け。これやったことあるもん。やった覚えあるよね、これ。あるある。傾けで相手のゴミに行く。あれ、思ったより、これさ、俺らが難しいんだよね。人間サイズすごい難しいんだよね。頑張って、ロゼッタ邪魔しよう。俺は、俺が決めに行くよ、じゃあ。それで。オッケー、任せて。行きます。あっ、あっ、あんな、かくみかん。あ、ちょっとマリオ、マリオが。止めろ。よし、よし、出したよ。あ、これいけんじゃない？ごめん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 。めっちゃ邪魔し、思ったよりさ、あの感性が。ちょっと待って待って待って、ほらほら。ちょっと待って、あ、ちょっと待って。自分のゴールに持ってっとるやん。違うんだって。あ、ダメダメ、譲らない、譲らないぞ、譲らないぞ。いけ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 る。マリオ撃て、マリオ撃てよ。よく撃てるよ。あ、ディフェンスディフェンス。くそ、よし、これいいんじゃない。あー、いけない。通り過ぎた。やばい、二人とも通り過ぎた。やばいやばいやばい。
ちょっと待って待って待って、これやばいよしよしよし、はいはい、いけるいけるいける、あ待って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 、うん待って待って待って、ちょっと待って待って待って、あやったー、何これ、勝ったよ最後、何これ最後のだけやん、本当に試合時間が短いね達人気にならないマリオはマリオが俺ら二人だぞ、ほとんど、どうなるんだろうね、めっちゃ的確になってきそうじゃない、ゴロは1,2,3で来るんだね、ちょっと時間ある、3、はい、うわっ、ちゃんとキラーと合わせてる、ジャンプしたところにうまいこと置いてくるんだ、はい、ゴロ、あ、ゴロ同士がぶつかるとさ跳ね返んの、あいや、そんなん分かってんだね、あ、ごめん、あ、いや、同じこと、むっつい、今のめっちゃむずい、あの、先にもう逃げとくべきだったか、あれ来る前に同じやられ方したこれも気になるな、あれこれなんか 俺ら勝てそうじゃない、やったことあるわ、あ、相手は傾けなのかこれ、え、どういうこと、あー、そうだね、俺らは撃つだけだ、うん、じゃあ2人で撃てばいいんじゃん、これ楽勝じゃない、正直これだ、むしろ1人がフリーゲームじゃない、よくある、どうやろ、でも達人めっちゃ神回避しそうじゃない、で撃つかは次第、あ、サンライフある、待って、ロゼッタ当たらん、ロゼッタ当たった、これ勝てるって、これは勝てるよマリオも狙ってたもん、マリオですら狙っとったからね、ちゃんと、これさ端っこの親ったら勝ちやな、そうやね、完全に防げるそう、完全に3人無理でしょ、あれジャンプと、これはバランス調整ミスです、あー3人か、多分前からだね、これドンキー言うじゃない、これ確かに対角がさ、あれ後ろからでもダメっぽいね、なんかダメだ、ほら見て、ルイージのほら、もう分からんねやけど、まあとりあえずルイージちっちゃいからちゃうドンキー有利だよね、このゲーム、いや、この初期位置嫌じゃない、なんかもう初期位置がさ終わってない、あ、こっち来ないで、みんな逃げて、早くちょっと待ってねえ、何この光景、あ、いたー、ごめん、終わった、10秒粘ったよ、あ、マリオ、いや、ヨピー、あと15秒粘れ、おい、俺10秒粘ったんだぞ俺10秒粘ったのに、じゃあこれどうなんだろう、どっちかやってみるかじゃあこれでロゼッタ逆にこれ逃げれんの、あれ分からん、だって等速でしょ、ほとんど逃げる速度同じじゃん、うん、そう、ヨッピーがロゼッタをどう仕留めれるかね、多分ロゼッタの仕留める時間次第で、とりあえず勝利されよ勝利されたおあああああ、終わった、ロゼッタ邪魔してる、あ、できるんか、そういうことか、マリオ棒立ちしてたから気づかなかった、邪魔できるんだね、あ、そういうことか、ロゼッタと、なんかヨッピーも結構俺に翻弄されてるけど、あっちにってこっちにいた状態、達人のこれやったことあるよ、これ、ああ、そうフェイントかけれんのよ、しかもこれ焦ったっけ、そう、2回押すと出るみたいなやつ、アンチがあるからそこに絶対逃げる、でもこれ分かってれば絶対いけませんよ、もうだって1つしか出ないからね、多分フェイントが怖いだけ、怖いな、こここっちだ、お前ら何してんねん、あ早くない、はいはい、ここ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 圧勝何してんだおめえらは、2人ともこれは見れる、これは見れるって、これは目追いつくよ、なんか気になるのは何これこれ絶対ロゼッタ勝つだろうけど気になるな、これ何、
迷路を抜けた順に大砲で攻撃。迷路じゃん、完全に。あー、こういうことか。一番はでかいのが当たるのね。よし、これやろう。うわ、チョロプーも成長したな。チョロプーこんなやったっけな。俺の知ってるチョロプーじゃねえな。迷路を抜ける。あ、でも割となんかそんな迷路難しくない。上から見れるんだね。あ、大丈夫、もう道覚えた。道覚えちゃったもん。道覚えた。邪魔邪魔。はい、行け、はい、行け。はいはい、じゃあ行きます。おい、マリオ、はいはいはい。これ道覚えれば簡単だって。あ、でもよく、そうか、道覚えても邪魔してたのか、お互いで。自分初期位置が良かった、単純に今のは。はい、で道が変わるんだね、多分この瞬間に覚えないとダメ。OK、 道覚えた。あー、早いね。その位置いいね、ヨッピーの。ヨッピーのその位置いいわ。それでも1位じゃないのか。え、ロジット早くない？マジで。ロジットもう行ってたの？俺気づかなかった。互角。ロゼッタが頭一つちょっと抜けたな。初期位置次第やな。でも結局のところラストショットで変わるから。あー、いい位置。これは分かった、すぐ分かる。初期位置がめちゃくちゃいい。これでさ、待って、1位じゃない？あー、マジ？マジか。ロゼッタが3位だ。マリオ頑張れ。マリオ迷わないんだよね、そんなに。よしよしよし。お、互角、めっちゃ互角だ。いい勝負してる俺ら。10、10、10、3。さあ、こっからやぞ。道どうなんのやろ。ルート覚えないと、まず。はいはいはい。え、待って、爆弾、あれどうなんの、爆弾って。どう、あ、いけないんだ。爆弾のあるルートは回避しないと。あ、ちょっと、あ、ロゼタ、ロゼタ、ロゼタ、当たれ。よし、ロッピー当たれ、ロッピー当たれ、ロッピー当たれ。よし、ご一行様。いないし、お前ら。あれ、別のルートから行かないとダメなんだよ、あれって。多分。そういう時は、もう。そういう時は別のルートから行くしかなかったんだね。あ、マイナス1になってる。ははははくせやろ。ルート覚えた。どうぞどうぞ。そう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 、俺知って。あ、待って、これさ、友倒れじゃない？あ、これ友倒れだ。俺ら友倒れになってる。争っとった、争った、プレイヤー同士で争っちゃったから友倒れになっちゃったんだ。やばいぞこれ、やっぱりロゼッタ。もうまだ2位だからいいや。初期位置は悪くない。マリオか。隣マリオと争うわ、多分これ。マリオと争うかなっていうぐらい。多分マリオはね、押してこないんだよね。だからマリオ押してこないから、これできる。ロゼッタはめたったわ。マリオはね、押してこないのを利用したわ。ほら、行ったんじゃない？あ、ラストちょっとじゃん。はい、ファイナルタック。これはね、隣がマリオだからよかった。マリオはね、全然介入してこない、こっちに。ああ、うん、全力で戦ってたね。おい、3位か。A2 交互連打で、もうこれやつ死ぬほどやったことあるでしょ。あー、なんかやったような気がするわ。死ぬほど連打、あ、だから2発食らったら終わり、これ。ちなみにまあ本来はパーティーゲームのやつやでさ、2発食らうだけでも、1発食らうだけでも3段なんだけどね。ああ A2 交互連打。なあ、2発食らったらもうそいつはもうクソだこと。よし、達人逃げれんのかな。そりゃ達人はやで。2発は食らいたくないよ俺も。怖いなこれ。これ死ぬほどやった方がやるんだもん俺ら。これは覚えてんの、記憶に新しい。 A2 うわ、食った。ロゼタか、よし。早くない君たち。よく早いね君も。でも俺の方がちょっと上だったね。
論外。一人は論外。これね、ちなみにね、B、こっち版は結構難しいよ。どうあの、ZR、ZL を5回ずつなんですよ、こっち。あ割と難しい。じゃあ、行くよ。どうやろう。さあ、俺から逃げ切れるかな。でも俺、達人より遅いと思うんだよね。わからん。だって ZR、ZL レンタルとか難しいもん。あ、ちょっと待って。うん、これは難しいわ。これ難しいよ、ZR、ZL レンダー。ああ。これ ZR と ZL は難しいよ。想像以上に。ZR から。押し方にコツあるかもしれないな、それ。ワンチャン、達人より早いかもしれないよ、それ。押し方が分かれば。ああ、これがどうやってやっとったっけ。俺も全然分かんなかった。あ、無理、ちょっと無理。はいや、早い、ヨッピーでも。俺より早いわ。ヨッピー、俺より早いんだ。あれ、どうやってやってたっけ。どうやってやってたかな。どうやってたの今。いや、左手と右手でやってたから。あ、なるほどね。違う、もっとある。これあるよね。ちょっともう一回やって、泣きの一回やっていい。泣きの一回。俺多分、確かこれやっとったやん。俺昔これやっとったやつある。何やったっけな。多分この連打だっていうのあるよ。ただこれね、確かそんな成功しないんだよ。ちょっと待って、押せてない。押せてない押せ。でも前半早かったでしょ。あ、前半早かったでしょ。前半だけは早かったね。これだ、俺多分これだわ。最後カスって言っとったもん、自分で下にしとったもん。この片手だけ、この自分の持ち方ね、こう。なんかそうやったような気がする。そう、これが一番早かったんだ、確か。確かこれだ、一番早いの。俺らこのゲームで遊んでんだよ、ずっと。でもなんかこれだわ、俺やってたの。ただ最後俺押し底に取った、ずっと。だからずっとあそこでダーってやっとった。やばいぞ、あいつコツ覚えちまった。まだわからん。ちょっと待って、もう A2 連打疲れるぞ、これ。もう体力持たねえぞ。早いね。何してんの。遅い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 。よっぴ遅い。よっぴ遅い遅い遅い。ロンガイ、ロンガイ。よっぴさん、ロンガイです。よっぴさん、ロンガイです、これは。よっぴ、ロンガイ、ロンガイ、ロンガイ。やってやってたっけ。おい、何極めようとして。まだわからん。え、俺はもうあの連打だと思ってるよ、勝手に。なんか昔死ぬほどやってたよね、これ。なんかやったよ。うん、ちょっと待って、もう終わろう。こっちは終わろう。